皆さん、マイロ、ニューヨークでビールの無理やってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi. ビアの無理でインニューヨーク。そして、かわいい T シャツ着てるキヨです。はい。本日もやってまいりましょう。ブラインドビアトイステイスティングのお時間です。今日は、キヨさんが選んで僕が当てます。はい。はい、それでは、やっていきましょう。よいしょ。では、今日選んだのは越後からなんですけど、これが越後にしては新しいのかわかんないんですけど、アメリカでは最近入ってきたばっかりなので、これがヘペワイゼンです、まあこれ最近ヨシさんも試してるから、まあ、出やすいかなってちょっと思うんですよね。覚えてるよりすごいいい泡してるわ。おいしい。ではヨシさんお願いします。なんかめっちゃ泡立ってるんですけど、泡すごいよねこれ。すごいっすね、色は薄い黄色です。泡はすごい、めっちゃ盛り上がってます。なんかすごい泡してます。香りの方がなんかね、すごくクリーミーな香りがします。クリーミーな香りと、はい、少し柑橘類となんかレモンとかの香りがします。ちょっと甘みを感じるかな。ちょっと強めについたので、ちょっと、はい、そうですね、香りが出てくる。いただきます。ココナッツの、ね、甘さ、なんかね、オートとかの甘さが出てるような気がします。あ、うわ難しい、これなんだこれ。まあ、ヒントは最近飲んでる。ヒントは最近飲んでる。まあちょっとあの甘さがあるというところで、あでもね、あんま白濁してないんですよね、うん、なのでヘフェバイゼンとかホワイトエールとか、いいとこ行ってる。あ、いいとこ行ってるな。うん、分かったような気がします。はい、これはエチゴのふんわりなんちゃらワイゼン。ふんわりなんちゃらワイゼン。なんちゃらなんちゃらワイゼン。当たりでーす。そうか、なるほど。わかりました。これ最近飲んでるからなんとか当たるかなって。なるほどなるほどなるほど、はい、で、まあ、新しくて入ってきたばかり。もうこれビデオ撮りました。撮った、はい、甘くないですか。飲んでください。ちょっと最後甘みありません。俺だけかな、俺の舌があれなのか。まあ、コールだと牛丼食ってるからわかんない。キヨさん、あ、甘みがあるね。汚れ切りました。ありがとうございます。イエーイ、当たったぜ。違うか。子供みたいなってことですね。はい、やったーやったーやったはい、ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールのメニューよしと、居酒屋助役のキヨでした。なんかちょっと洋梨みたいな味がしました。なんかペアとかの味もしますよね、最後に。